旅人。あ、二人ともちょうどいいところに。この子、リーユエコーの外から来たみたい。ちょっと待って、迷子の子、前のお父さんは？いいわ、僕の父さん。お母さんは何日か前、父さんのために薬を取りに行った。それで、前の怪盗さんでも、洗顔後のおじさんに道を聞いて、いざリーユ父さんを探しても安心しよう。おいらたち、結構カット。ちょっとほら、影で私の悪口を言ってるのは誰だ？チャンス。今のルナの言葉に気がす。先ほど、福袋の天使を探している。喋る蛇を連れてる。あなたが白術おじさん？白術おじさんだ。調整。大事なのでは、詳しい話をお聞かせいただけますか。はい、白術。なるほど。あの、うん、母さんは外に。そうでした。うん。はい。はい。け、あとの両親は。おやとは旅人も入れてくれ。おや、それは助かります。ナナと一緒に店を片付け。家族。ええ。旅人さん、パイモンさん。下の方はもう捜索どうしたものか。町からも洗顔部のおじさん、父さんの行方に。ああ、君だ。あれ、この子の頼みで私たちもこれは助かりました。ちょうど一つそれで手がかりですが、申し訳ございません。この先の道を見張っている同僚たちも6かも池ですか。あの辺の地形は複雑ですから、何事もなければいい。本当ですか。すみません、お父さんのことを見つけてあげられなくて。ああ、大丈夫。どんな方法や手段。一日経ったな。カリオはどうなったんだろう。戻って様子を見てみようぜ。してやすい、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 やす
そのはいはい、ではちょっと。私はそれを言うのですか？どうしてできるんですか？ただ、すぐに進んだです。私はそれを言うのですか？警察署の近くで診察するのですが、そういえばさっきは急いでたから聞きそびれたけど、失踪した氷ってお前の姉弟子だったのか。ええ、私と姉弟子は、ただ姉弟子は私よりいく彼女が旅をしている間、あれ小生、姉弟子は私最後に谷へ戻ってきた時、姉弟子はどこ、いやさあね、あの時師匠はその件について、なるほど、いいえ、たやれや白術ってこの手分けして調べてみて。全部一緒に動かしてくれ。え、遅く、全部一緒に動かしてくれ。え、どこ動かしてくれ。はいはい、ラジャー足も行きましょう。さすがこういう感じで行きましょう。前何だ、心配しないで、逆先生が。どのような状態ですか？逆先生、さっきまで K が外に出たときは、待って、治療のために、カリオさん、わかりました。あ、こ、白術、まさか、また長生の秘宝を使うつもりなのか？皆さん、どこかでご説明、直接ご説明、マジマジ、気を出して、今に入れるものです、お酒。
話なのですに、すりさがいるようになっているようは、すり。ほら、やせ、どうぞ。はい、ごめん。やせ、おやせは、同じように、あまりにつめ、この音声がない方がいいです。この音声。ちょっと、ひつまらせて、あたしめです。いいじゃん、いただきまーす。この音、もうどうせ、この辺は、さらさら気のつかです。進化、今までもいしはずのようだ。この音声がいいですね。あしつ。よく先生、またごめんね。え、少しお待たせします。な、いつもいつもでも困るが、それも様なことになる。よく先生。道を見失った時と同じ感覚だ。本体の影響が次第に強くなっています。距離カリオさん、具体的な方向は分かってます。おそらくこっちだ。ああ、この方向だと思う。心臓がかすかにうずく。方向は間違ってない。この場所、前も来たことがあるようだ。この場所に漂う不吉な気配、ここには少し覚えがある。大丈夫？ダメだ。気晴らしになるな。うわ、ここの採掘跡は盗賊が掘った洞窟。周りに散らばっているとっても、なぜ彼らは道具。思い出した、だがその方法を使って。俺は無理しないでください。ようやくは口に逃がし。しないとな。薬も毒になり得ます。ここにはコールがあるのか。高等だね。奴らは息抜きの仕方をよく分かっ。コールの中で焚いていたのは魔物を追い払うための王国。魔物を追い払う。ここは何日も前に燃え尽きています。この洞窟を掘った宝刀だも、その後姉弟子はこの場。そうだ、この心、ここで大丈夫だ。引き続き先に。もうかなり近い。氷と約束をしたのはこの先だ。あ、先に進めるようになったぞ。どうやらこの装置から放出されるエネルギーは障壁を解除できるだけでなく、対応する装置を通して伝達させることもできるようですね。これは利用できるかもしれません。
見切りました。難攻不落。さあ、婦人完売です。ようやくは口に言います。さあ、それ。やっ。天理チョーク。岩山八九。逃げ道はありません。三段。治療しないとな。すぐに治してみましょう。はい。裁きの怒り。カオリ。おい、気をつけろ。あいつの周りに魔物がいるぞ。魔人の残滓に引き寄せられた。後ろはあなたに任せます。さあ、婦人完来です。それ。薬も毒になり得ます。はい。ようやくは口に入れます。
谷で別れてからいつの間にかもうこんなに経ってたんだ。情勢は昔と同じで全然変わってないね。あんたは随分と変わったけどね。そうね、あの時の私はこんな日が来るなんて想像もしてなかったでしょう。それと白術、あなたがこんな風になってることもね。を持って生前の状態を維持する。妙妙たる発想と言わざるを。そんなことないわ。あなたの素質ならたとえどんけど、あなたが狩りをしかも元の手法薬術本当のことだから長く隠しと調整との契約で転移できるのは正規だけで、やはり氷さんには見抜かれてし、その通りです。調整の秘宝は正規だけでなく2回目の治療で狩りさんから自分に一部の毒素を転移させ、もちろん残っていた毒は全て魔人の残滓とともに消えていますので。危険すぎる。もしあの時魔人の残滓を取り除けていなかった。私にそれを当時私が指紋を離れて姿を消したのはけど、まさか最終的には私も同じように自分の命と引き取れが私たち一脈の宿命なのかな。宿命という言葉は略説。私にはお見通しよ。あなたまだ引き返せる。氷さん、うん、待てど。母さん、ご飯の時間だよ。お姉さんがたくさん料理を。うん、分かった、今行くから。ちょっとあまり早く。略説、あなたを説得できないのは分かってる。ナナもケイもあなたの下地。そう心配しないで。略説、さっき氷があなたが彼らの師匠を含めて私の歴代の契約者はみんな短命で一生を終えている。そんな調整、お前って人の寿命を。これはとても。かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人のクス氏が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは正気を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の師が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで、これは人をのみて活をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うためにもう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、
その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ？答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻り、ゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も。しかしこの日自分に待ち受ける運命をまるで飛んで火に入ろうとするガのように。それじゃ私は長生の秘宝はあくまで病を転移させるだけ。理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが、でも毒とは何でしょうか？平常と異なる逆毒と百病を全て研究、私の後に続く人たち。その通り、真の不死はかつて魔人たち。ろうそくの火を恐れながら。お前ってやっちゃうぜ、お姉さん。それと長生、まあいいか、食事の方が大事だしな。たまに怖いものが羨ましくなる。腹を満たすだけ。私たち人間がまさにそのような些細な幸せ。